皆さん、こんにちは。マダルグルビジです。では、今回は、提督の決断をパブリでヤーマト毒をリベンジの続きやっていきたいと思います。前回、マリアナ沖でね、敵のアメリカ軍の艦隊と大決戦を行って、これを撃退、することができました。で、今回その続きになるんですが、まずはですね、オーストラリアのアルミ資源地帯を確保したいということで、実はですね、ラバウル、ソロモンと攻略を進めています。で、このターン、今回はですね、オーストラリアでアルミ11、さらに3、5回もね、取ってアルミ6をゲットしていきたいというふうに思っています。では早速、続き始めていきましょう。まずは航空機の生産から行っていきます。ここに来てやっぱりね、敵の艦隊を叩くという意味合いも大きくなってきていて、雷撃機の数をね、ちょっと増やしていこうかなというふうに思っています。で、雷撃機はやっぱりね、敵の艦隊に接近して、魚雷をぶち込まなきゃいけないということで、護衛機の数もね、ちょっと増やしておいて、しっかり雷撃機を守ってあげようという動きを想定しています。あとは輸送船を作ります。本当はね、潜水艦とか、重武装の重巡、重武装の軽巡を増強してあげたいなというふうに思っているものの、今回はここは一旦、輸送船を作って輸送船の配備を行っていきます。と言ってもどうだろう、あんまり輸送船必要なかったかな。もったいない使い方した。うわ、中部太平洋にこの艦隊規模か。先に中部太平洋で敵の艦隊叩いておいた方がいいかもしれないな。今トラックにこの艦隊でしょ。第3艦隊と第6艦隊はまずガッチャンとしちゃいましょう。で、その上でオーストラリアを攻めるのではなく、まあオーストラリアこの艦隊規模だもんな、一度オーストラリアから撤退してソロモンから中部太平洋の敵艦隊を叩きましょうか。3週間かかるか。だから先にオーストラリアだな。そうですね、オーストラリアにしましょう。その代わりに小笠原沖に艦隊を増強しよう。マリアナ沖にも入ってくる可能性ありか。いや悩ましいな。中部太平洋の艦隊規模ですからね。壊滅させたはずのアメリカ軍太平洋艦隊が早くもここまで力を取り戻しているという脅威、脅威だな。いや、でもここは潜水艦を一隻残して一度中部太平洋に攻め込みましょう。では味方の艦隊をマリアナ沖に集結させていきます。第1艦隊に第16艦隊の潜水艦を、第6艦隊の潜水艦を入れちゃいます。入らないか。どっかに入れてあげたいんだけどな。入らない。 OK だ。それならいい。トラックから第1艦隊、さらに第3艦隊、これも中部太平洋に入れて一気に敵を撃滅しましょう。本当だったらね、オーストラリア優先したいところなんですけどね、ここは我慢をしていきます。では艦載機補充します。ここは雷撃機を増やす。で、飛竜、こちらには爆撃機を増やす。これでついに150機体制が2機整ったな。となれば、バラオに待機している総流、ここに艦載機を補充していく。いや、いよいよ3隻体制が見えてきましたね。で、さらに艦載機作っておきます。もっともっとね、アルミが欲しいっていう局面ではあるんですけど。で、鉄を少し貯めて、超ヤマト、超武蔵が撃沈されてしまった今、新しい、連合艦隊の早期艦たる戦艦、
天下無双型を作っていこうと思うので、少し今回はね、お金を貯めていきたいと思います。では、時間を進める前に、いや、時間進めちゃいましょう。入ってくるよね。インド洋か。インド洋はちょっと逃げ切りを行います。はい。インド洋は逃げ切りですね。まあ、ちょっと基地がやられてしまっているというのは痛いですね。で、長距離の偵察機ですね。ようやく完成しましたね。9999キロ飛べる偵察機。これも優先的に作っていって、偵察機の配備に加えていきましょう。今まで偵察機は、まあ、爆撃機が兼ねていたんですけども、ここでね、長距離の偵察機ができましたので、これを、ある程度まとまった数作っておいて、重爆に変えて、偵察機にチェンジしていきます。本当は偵察機の数ね、もっともっと欲しいところではありますが、今は攻撃重視でいきます。この辺りがね、さっきの対戦で偵察を、索敵をないがしろにした英国海軍と同じ思考パターンに陥っているんじゃないかというね、ご指摘もあろうかとは思うんですが、一旦このままいきます。で、新編成で第7艦隊に重武装系の艦艇が揃ってきたので、これを新しく、はい。一旦、ソロモンまで進めておきます。でだ、次のターンで確実に、中部太平洋にいる敵の艦隊を、アメリカ軍艦隊を叩き潰しておく必要が ちょっと言えないね。あるので、ちょっとその様子を確認しておきましょう。スパイ。中部太平洋に、スパイが逮捕されている。敵の状況がよくわからないまま突撃することになるな。スパイレベルが1だとどうだいという感じだな。まあ、ただちょっとここはもう無理をしてでも突入しましょう。で、ここに来て新しい戦艦も設計していきましょうか。天下無双型のね、最新鋭の戦艦を作っていきましょう。この火力よ。ちょっと仮で今設置していくんですけどね、まあ、さらにどかすかと強くしていきます。複砲だけでこれだからね。で、もちろん航行速度はマックス45ノットで 45ノットは半端ないな。航空機の数はまあ5、4、まあ、ちょっと後で微調整しましょう。これで、あとは、装甲すべてマックス。さすがにこれじゃあ話になんないか。速度45ノットは必要ないので、40ノットまで下げます。で、降格砲の数はこのまま、2連装を20門にして、10機まで落としましょう。で、機銃の数を150まで落とします。
で、あとは、調整だな。この時点ですでに化け物じみたね、性能を発揮してくれるんじゃないかなとは思うんですけど。広角を12にして、これでいきましょうか。よし。天下無双型。新戦艦の誕生ですね。んで、ちょっと待ってね。決定が押せないのは？あ、副砲と主砲の数が合計で30を超えていますという話。であれば、副砲の数を少し減らしますか。これで収まっているんじゃないかな。そうだね。その分軽くなったので、広角砲は増やせない。機銃は？機銃を増やす。迫り来る敵の航空機をバッタバッタと沈めていきましょう。12週間かかる。もっと早くね、始めておけばよかったですね。まあ、ただ今更なので、その場合は、重武装の従順を作っていきます。重武装の従順がね、まあ、鉄もお金もむちゃくちゃ消耗するんですけど、結構優秀。特に、魚雷と主砲による艦砲射撃、両方ともね、敵の中型艦ぐらいまでだったら十分に叩けるし、接近さえできれば、敵のね、戦艦とかも叩ける。まあそういうね、位置づけになってます。では、マリアナ沖から敵の中部太平洋に集結しているであろう艦隊を潰しに行きましょう。敵の艦隊規模がわからないというのがね、ちょっと心配の種ではありますが。まずは初撃で敵の航空基地を叩きたいけど叩けないか。叩きたいけど叩けない。そういうこと？そういうことね。ちょっと迂闊でしたね。さあ、敵の基地を発見したら即時攻撃隊発艦。さあ、敵の戦艦部隊の位置確認してますね。まずは攻撃隊による敵の基地攻撃、これを完遂させる。その後すぐに敵のね、戦艦部隊に攻撃を仕掛けていきます。ここは本当に、雷撃機の数を増やしておいた、部分が生きてくればいいなというところですね。では、第二艦隊の指揮を取っていきます。
もやられるね。戦艦相手に撃ち合うと。では、空母から第2波攻撃発艦していきます。敵の戦艦部隊を叩く。空母の位置がわからないですが、飛龍からも攻撃隊を出しています。必ず敵の空母がいる。空母の位置確認したね。ここに敵空母がいます。いや相当の数だな敵の艦隊も。潜水艦が敵の駆逐艦にやられてるね。その名の通り駆逐艦に。あとは敵の空母がいよいよお目見えしてきているので、敵の空母を仕留めに行きます。潜水艦がほぼ機能しないままね、残念ながら敵の駆逐艦にその名の通り駆逐されつつあるな。空母を仕留めて、お、正規空母を見るね。敵の正規空母を仕留めておきたい。潜水艦によるね、減衰作戦というのがもう本当に効かなくなってきている、効きづらくなってきているっていう状況ですよね。これ見るとね、さあ波状攻撃をやめずにいきます。飛龍からというか第二波攻撃隊ですね。ここで敵の空母を、まあ、夜間に空襲する。直縁の数も多いな、ただね。ちょっと夜間の空襲は限界だな。まあ、一旦夜状待機しましょう。この夜の間にね、敵の戦艦部隊がすり寄ってくるようなことがあるととても危険なんですけど、まあ、ちょっとそれはないものと信じます。
夜明けとともに索敵隊を飛ばしましょう。了解。近いな。思ったより全然近いところにいるね。これ全部仕留めとかないとちょっと失敗だな。第一艦隊はゆっくりとマップ右側へと移動を開始していきます。敵の艦隊と遭遇したくないですね。いや違うな、縦に移動した方がまだ危険が少ないと見た。空母の艦隊さえ艦載機とともに生き残ればまあ十分ですからね。敵の駆逐艦先遣隊に発見されるわけにはいかない。いや駆逐艦にはねなかなか思うように当たらないんだよね、爆撃機の爆弾が。ただ1トン爆弾なんで当たればね一撃で致命傷を与えることができるので、まあ、ちょっとそういうね1トン爆弾の火力を生かした戦い方っていうのをねやっていきたいと思います。が効く分魚雷の回避がうまいよね。出荷がね。そしたらやっぱりマップの右側へと移動を転進しましょう。敵の空母部隊とぶつかるわけにはいかないだろう。あ、せっかくのアウトレンジ攻撃が意味をなさなくなってしまうということにもなりかねない。では味方から艦載機飛ばしていきます。従順もここまで迫ってんだな。急いで退避しないと味方の空母艦隊がね危うくなりそうですね。さあでは敵の正規空母を狙っていきます。早いね、当たれば早いよ本当に。戦艦はねやっぱり硬いですけど空母は甲板は緩いんで当たれば撃沈できる可能性が本当に高い。空母3隻体制、4隻体制っていうのがね、ここに来て見えてきましたね。
では第2波攻撃といきたいところなんですが、敵の戦艦部隊がまだ残ってるはずなので、敵の戦艦部隊の位置を確認していきましょう。その上で、空母から第2波攻撃、第3攻撃を行っていく。いやー、発見されてんな。ちょっとこれは撤退も視野に入れた方がいいかな。先に敵のね、残存兵力を潰して、うわ、戦艦部隊やってきてる。これは撤退だな。撤退しましょう。敵の戦艦の艦砲射撃のね、射程圏内に入ると危険極まりない。いやー、この戦艦部隊にはやっぱりね、潜水艦部隊が一番合ってたんだろうなと思うんですけどね。残念ながら肝心の潜水艦部隊がやられちゃってましたからね。いや、ちょっと待てよ。これ本当に撤退でいいのか。撤退した。もうちょっと一撃を与えることもできたかなと思いますけど、まあ、ただ、中部太平洋はね、敵の艦隊が集結しているところを叩くというのが一番の主目的だったので、まあ、それはしっかり果たせたのかなというふうには思いますので、撤退していきます。味方の損害としては潜水艦を失ったと。あとは、まあ、軽巡、重巡を何隻かね、失ってしまいました。ただアメリカ軍の方も大打撃を与えているので、まあ、しばらく侵攻はしてこないかな。味方も潜水艦とクルーザーと軒並み撃沈されてるな。こっからはもう消耗戦だな。インド洋の防衛戦ですね。じゃあインド洋の防衛戦をね、サクッと進めちゃいます。インド洋の防衛は完了しましたね。そしたら、返す刀で。第1艦隊をオーストラリアに突入させていきましょう。で、第4艦隊は、ここマリアナ沖で待機。第7艦隊。これもね、一旦オーストラリアに入れちゃいます。で、第3艦隊はトラック沖で修復という感じかな。で、あとはですね、まあ、インド洋方面にも艦隊増強しておきたいというのもあるんですが、今、小笠原、マリアナ、トラック、ソロモンと。複数箇所でちょっと敵のね、艦隊を迎え撃たなきゃいけないっていう状況になってしまってるんで、ちょっとここで余っている艦隊、艦艇をソロモンに集結させておきます。で、次回はですね、まあ、インド洋方面は引き続き防衛に専念して、オーストラリア、サンゴ海と取って、アルミ資源をさらに充実させた上で、太平洋からね、アメリカ海軍を駆逐するべくハワイを狙っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、
最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。